今回はフライパンで簡単に作れる鮭の生姜焼きの作り方を紹介します。こんがりと焼いた鮭に甘辛い生姜だれを絡めたのでご飯が進む一品ですよ。さらに鮭にはアスタキサンチンという抗酸化作用が強力な成分やオメガ3脂肪酸も豊富に含まれているので健康効果も高まります。それでは作っていきましょう。まずはタレを作ります。おろし生姜小さじ1と日本酒大さじ2、オリゴ糖大さじ2、醤油大さじ2を合わせておきます。オリゴ糖がなければラムシロップや上白糖でも OK です。材料は鮭3枚と付け合わせにトマト、ナス、ピーマンを用意します。鮭の表面に片栗粉を全体的に薄くまぶしておきます。こうすることで鮭から出る旨味や油を閉じ込めてくれるので美味しさと栄養を逃しません。さらにタレも絡みやすくなります。このように薄くまぶしておきます。フライパンに油を引かずに鮭をのせていきます。鮭をのせたら火をつけて中火にします。このままじっくりと片面を焼いていきます。5分を目安に片面が焼けてくるまで放置しておきます。5分したら裏返して焼いていきます。片栗粉をまぶして中火でじっくりと焼いたことで鮭の旨味と油が流れることなく焼けていきます。裏返してから鮭を端に寄せて空いたスペースに野菜を入れて焼いていきます。ここからまた5分くらいそのまま動かさずに焼けるまで放置します。3分くらいしたら野菜が焼けてくるので野菜だけ裏返します。野菜はお好みでジャガイモやカボチャなどを入れても美味しくなります。ここからさらに2分くらい焼き、合計5分になったらタレを入れ絡めていきます。タレを入れたらお好みの濃度になるまで煮詰めておいてください。大体1分くらい煮詰めるのがベストだと思います。このようにタレに濃度が出るとできます。1人前を皿に盛り付けたら残りのタレをかけて完成です。今回はフライパンで簡単にできる鮭の生姜焼きの作り方を紹介しました。
美味しくて栄養もしっかり取れるのでお試しください。他にも鮭の油淋鶏風の動画もありますので合わせて見てみてください。鮭の健康効果は過去のブログにも書いてありますので気になる方は見てみてくださいね。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。